まあ、久保さんがおっしゃっていた通り本当にこの一発目組み合わせもそうですけど勝つことによってこの空気にもいい流れがいくだろうという、うん、影響がすごいと思いますね、うん、実際に久保選手もねこうリーグ戦でもオフラインの環境に対戦もありましたけどこれ1戦目のね独特な緊張感があります。さあ準備が整ったようです、はい、ストリートファイターリーググランドファイナルの準決勝1巡目名古屋王者ボディスターミルダムからは YHC 持ち選手のダルシムが登場。そしてホーム側最瞬間ソル熊本は梅原のガイル。皆さん盛り上がっていきましょう。お願いします。この組み合わせで一つポイントになる梅原ガイルがですね V トリガー2ナイフエッジこちらを選択しているというところですね。珍しいですね。まあその用途としてはですねやっぱりダルシム戦画面足に追い詰めた後に押し返してくる技に対して V リバーサルを確定させて画面足を維持する。これが非常にポイントになってきますので、うん、3本トリガーよりも2本トリガーの効果もその辺の V ゲージの回しができる。さあまずはこの V ゲージは2本マックスでそして端に追い詰めたのは梅原のガイル。マイナス4を反撃してる。さあガンガン攻めていくぞ。スタンチも加算できた。あえてスタンさせずに投げて押し込んでいく。梅原止まらない。1ラウンド目からあえてコンボを止めてスタンをさせずに置き攻めジャンプ攻撃から入っていくっていう梅原のプラン完璧でしたね。さあしかしこのレンジやはり序盤は苦しい中で打っていった。レンジがありました。一発目のサマーズアドキック裏剣フラッシュカウンター。また走りきたぞ。今度はどう崩すんだ。上からカットここでトニカット早めにいきますね。なるほど拍車をかけるようなこの動きカウンター押し込んでいく。右はあーバーナーで返した。さあ持ちとしてはこの返しどう作るか。コバタイク裏に回って発射継続。白ゲージは多くある状況の梅原だが上から入ってきた。コバタイク白取ったぞ。そうですねこれは持ちとしては取り切りたいラウンド上落ちた。出るよな。ここはしっかりと見ている。うわー今出る。うわー出た。補助輪から上置き攻め。いやーここは切り返した。なるほど。いや着地下段かなりいい選択かなと思ったんですが持ち味の冷静でしたね。はい彼が固めてます、はい、強化サマーから、まあ、いわゆる補助輪と言われている飛び道具を使った攻めでしたがしのぎ切りました。梅原予想以上にガンガン攻めていくやっぱサマーとガイルとしてはこの動きをせざるを得ないというかそうですね。これを通して端で倒しきるこれが狙いになっています。攻めて攻めてこのハリアの見つけたいところ前に行く。ダイヤシ足発動今度も端だ。ここですよね。ここで倒しきれればゲージが溜まっている。マジかどうだどこまで。まずは1ラウンド選手は梅原のガイル。あれ最後の部分、はい、あの C をガードした瞬間、はい、あれは一体どういう状況だったの？不利だそのガイルが不利だと思うんですけど、はい、起き上がりかされたせいでもしかしたら自動化されるんだったら、はい、なるほど結構珍しいですね。普段あまり見られないような光景だったですね、はい、が混乱招いたかもしれませんね、うん。まあ、強化サマーからのソニックハリケーン自体はコンボとしてはつながるんですけど、うんまあ、ちょっと難しかったという、うん、ところで遅れてしまったのかつながらなかったんですが起き上がりに重なったことで反撃を受けずにむしろ梅原の攻めが通ったというカウンターヒットまで見えていた。カウンターでしたね、うん、やはりガイル側がかなり前のめりでそうですね、うん、でどうにか画面端持ってって、うんうん、端まで行ければやっぱりガイルがその投げとリバースピンキックの二択自体は非常に強力ですし、はい、あそこで、まあ、その下手なダルシム側が下手な技でこう押し返す例えばヨガフレームとかを使ったり立ち強キックで押し返した場合は V リバーサル使って端を維持するっていう、なるほど動きになっていきますね。先ほどはチャンスがあったので背面トリガーを使っていたという、しかもあれは面白かったですね。さあここまでは梅原がガンガン攻めてそのチャンスをつかみに行きました。持ちはどうさばくのかそれがこの見どころになります。かなり強攻撃は、はい、これらもしゃがみ強バンチもバーンストレートもそうなんですけど噛み合わせるとやっぱりフラッシュカウンターになってダウンが奪われるでしょう。ダウン奪って置き攻めをするっていうのがもう狙いなんでもうリスクはもう関係なくいってますね。なるほど。ただ V ゲージも溜まってリソースはどんどん溜まっていく一方梅原が走り詰めていく。だけ大事この台足もまあ落ちやすいだろうということでもうちょっとガンガン打っていくぞ。今日はいつもより回っているぞ。しかもフルゲージこのガイル足技メインか。どうなんだ。いい切り返し
このとどめをどう刺すか。あ、残った残った、もう一回どうだ。ダイヤスチャンス掴みに行った。投げエンドダート1本投げ圏内。ここは振り場してもだ、振り場をしてもエスリ取れるという判断。なるほど、仕上がっているか。食らってしまいますが画面足なんで、そのままハリケーンに飲み込まれるだろうと。さらにここも噛み合って走り切る。体力ゲージは全く削られていない状況。前に行く歩きガード。おお、なるほど、そこも踏み込んで懐で大ダッシュ。止まらない。これはちょっとこのリーチが見えてきた。奥攻め投げ圏内だ。やはりこの男は限りなくか。名古屋王者ボディスタミナ部アウェイ側で先制。うわあっという間の1ゲーム貫通しましたね。通りましたね。え、梅原さんあんな強攻撃振り回すんですか。右側のボタンしか押してなかったですよね。はい、強いボタンを。だからどれも、はい、例えば社会局マンチ